ストリートダンス部門を担当させていただきました、近江ホームです。博多ヤスカルです。今日は最初に僕は前半で、4つの、ステップを中心に、それを応用したり、自分らしくアレンジしたりしながら、4つの動きをヒントとして、取り入れて、ワークショップを行いました。ストリートダンスってイメージは結構難しくて、どういうダンスなのかなっていうイメージでしたけど、なんか簡単なダンスで4種類のステップを教えていただいたんですけど、なんかどれもすぐに真似できるもので、なんか正直やっててすごい楽しいなって感じたのと、主にその指導していただいた方には小学生に教える時にどういう風に教えるかっていうのを主に教えていただいて、私は小学校の気分になりたいと思っているので、そのダンスを教える時に難しい言葉とか難しいステップを入れるんじゃなくて、簡単ででも楽しくこのダンスをできるっていうのを今日は学べたらなと思っています。はい、ありがとうございます。今回の、テーマが歩いて止まるだったので、アップやダウンの、イメージを少し入れながら、歩いて止まるをみんなに挑戦してもらいました。そして最後に、ランディ MC の Walk This Way っていう曲で、歩いて止まる、または今日の、ステップを組み合わせた作品をワークショップ受講したみんなで、発表しました。今日はありがとうございました。